VF 講座の始まり始まり。記念すべき第1回目は新キャラクター2人をピックアップ。まずはエルブレイズの主力技を紹介しよう。 I've got the advantage. You've got nothing. 最初の技はこれ、ボルケーノ2。しゃがんだ姿勢から立ち上がる途中で K ボタン。ヒットさせれば空中コンボが狙えるぞ。隙が大きいからガードされると大ピンチだけどね。続いてこの技、ヒットすれば相手が尻餅をつく特殊上段の技。ヒットさせた後でレバーを前方向に入れると相手に向かって走っていくぞ。各種攻撃につないでいこう。ここでは P プラス G の投げにつないでみた。かっこいいでしょ。次はこちら、シャドウハンマー。しゃがんだ姿勢から前方向にレバーを入れつつ P プラス K。 ヒットさせると相手が崩れるんだ。そこですかさずマイ PK で追い打ちをかけよう。ダメ押しにこれ、ハンマースマッシュ。この技がカウンターヒットした時にもコンボが狙えるぞ。2発目の下 P はちょっと待ってから当てるのがポイント。これらの技を使って頂点を極めよう。エビー君のレスラーもこれで KO だ。続いてアイリーン、猿の動きを真似た拳法後拳を使って戦うぞ。本気でかかってきてね。それでは早速見ていこう、はい、まずはこの技、上歩チューン。中段から上段への連携技。単体でもいい技だけど、こんな技につなげることもできる。対戦相手を翻弄していこう。続けて2つの技を紹介するぞ。まずは昇降薬刀、そして対飛脚。対飛脚がカウンターヒットした後は昇降薬刀が空中でヒットする。セットで覚えておこう。続いて攻守長官、中段の単発技。出るまでは遅いんだけど、相手の下段攻撃をかわしながら攻撃できるのがポイントなんだ。ほらね。さらにこの技、カウンターヒットしたら空中コンボが狙えるぞ。お手軽なのは PPPK かな。何かと重宝する技だ。使いどころを探してみよう。私にも夫婦。可愛いだけじゃなくて強いんだよ。あるのよ。それではまたお会いしましょう。